どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では北関東ブロックの群馬、栃木、茨城の、2020年度の101から110までの過去問の解説を始めていきたいと思います。過去問については下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用ください。はい、それでは早速始めていきましょう。問い101番です。はい、こちらは医薬品の適正使用と安全対策ということで第5章の内容ですね。皆様ここまでいかがだったでしょうか。はい、では見ていきましょう。一般用医薬品の添付文書に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。〇〇××なんですけど、C が誤りですね。薬効名はその医薬品の効薬効または性質が簡潔な分かりやすい表現で示されたものであり、販売名には薬効名が含まれているような場合でも、薬効名は必ず記載しなければならないとありますけど、販売名の中に薬効名が含まれていることであれば、これは省略することができますので、必ず記載しなければならないというところが誤りになります。はい、そして D です。内容は、医薬品の有効性、安全性などに係る新たな知見、使用に係る情報に基づき、1年に1回定期的に改定されておりますよ、ということで、添付文章は1年に1回定期的に改定ではなく、必要に応じて随時改定されておりますので、なので D は誤りとなります。ということで、5番が正解となりました。大丈夫でしょうか。はい、では次行きましょう。問い102番です。医薬品の適正な使用のために必要な情報に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちらも答えは5番が正解となります。5番ですね。A、B、C、正解。D が違いますね。一般用医薬品の添付文章や製品表示において、リスク区分の記載は省略されることがありますよ、とありますけど、そんなことはないですね。省略されちゃダメです。このリスク区分っていうのは、例えば第一類医薬品ですよとか、第二類医薬品ですよとかっていう表記、そちらの記載はですね、省略することはできませんので、必須記載となりますから、D は誤り。ということで、5番が正解となります。はい、では次行きましょう。問い103番です。一般用医薬品の添付文書の使用上の注意に関する次の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。A 正解。そして B だけが違いますね。小児に使用される医薬品のしてはいけないことの項には、服用前後は飲酒しないことといった小児では通常当てはまらない内容は記載されていないよとありますけど、確かに小児は飲酒とか、したりはしませんので、当てはまらない内容なんですが、当てはまらない内容でもですね、しっかりと記載しなければいけませんので、B は誤りとなります。まあ、いろんな理由がありますけど、例えば子供のものね、大人が飲んでしまってとかっていうこともあるかもしれませんので、そんなところで副作用でっていうことを起きてしまったら困ってしまいますから、なので、子供の内容でもですね、通常、小児でも通常当てはまらない内容も記載されるんだなというところを押さえておきましょう。はい、ということで、B は誤りとなります。あとは C、大丈夫でしょうかね。15歳未満の小児、6歳未満の小児、いろんなもの、成分ありましたね。そんなところも第3章、ぜひ思い出していただきたいなと思います。はい、そして D も正解ということで、1番が正解となりました。では次行きましょう。問い104番です。一般用医薬品の添付文書において、次の人は使用しないことの項に、妊娠期間の延長とか、あとは、胎児、要は胎児はお腹の中の赤ちゃんですね。胎児の動脈管の収縮、早期閉鎖、そして子宮収縮の抑制、そして分娩時の出血の増加の恐れがあるため、出産予定日12週以内の妊婦と記載されている成分は次のうちどれかということで、はい、答えはこちら4番が正解となります。アスピリンアルミニウムになるんですけど、はい、理由がね、今書いてありましたよね。妊娠期間の延長とか、それから胎児の動脈管の収縮早期閉鎖って書いてありますけど、動脈管ってなんだろうというところでは、登録販売者の試験では出てきません。うん、出てこないです。で、一応動脈管っていうのは、お腹の中の赤ちゃんは特別にあるところです。
何かというと、これはですね、ぜひ、インターネットとかで、動脈管とかを調べていただくと、画像検索とかで調べていただくと出てきますけど、動脈管というのは、これ胎児のみ、お腹の中にいる赤ちゃんが、持っている、ところになりまして、何かというと、お腹の中にいる赤ちゃんというのは、お腹の中では、肺で呼吸をしていないので、肺に血液を送る必要がないので、なので、送る必要がないので、その代わりに別のちょっと管が、ちょっとできてるんですね。そう。で、その管が、生まれてくると通常は塞がるように、なってるんですが、なので大人はですね、その動脈管、ね、通常は塞がるはずなんですけど、まあ、たまに、塞がらない病気もあったりしますけど、で、今回は、その、胎児が特有に持っている動脈管というものが、早期に、閉鎖とか収縮したりする恐れがあるのでということで、そんな理由があるものが4番のアスピリンアルミニウムというものになります。で、そんなアスピリンアルミニウム以外にも、他にも通常のアスピリンですね。アスピリン、アセチルサリチル酸って呼ばれることもありますので、十分に気をつけていただきたいと思います。大丈夫でしょうか？それから、あとはイブプロフェンも、このようなね、記載もございますので、なので、このあたりですね、しっかりと押さえておきましょう。よろしいでしょうか？はい、ということで、104番の答えは4番が正解となりました。では次、105番に行きましょう。一般用医薬品の添付文章のしてはいけないことの項に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。全部正解ですね。まずは大丈夫でしょうか？ A、喘息を起こしたことがある人はインドメタシンで大丈夫でしょうかね。それから B のね、ところカフェインもね、胃酸結構いっぱい出ちゃいますよね、というところだったりとか。あとは C は、ジフェンヒドラミンはですね、こちらは眠くなっちゃいますよね。これ、抗ヒスタミン成分で、眠くなることを目的に使う、今回のこのシーンの場所はそうですよね。それから D については、プソイドエフェドリンはアドレナリン作動成分なんで、交感神経を興奮させていくような働きがある成分ですよね。なので、例えば糖尿病の診断を受けた人っていうのは、もともと血糖値が高い人ですよね。糖尿病の診断を受ける人っていうのは血糖値が高い人になるので、アドレナリン作動成分っていうのは肝臓のところにあるグリコーゲンをどんどん分解して血液中に糖をたくさん放出しちゃいます。血液中に糖というのは血糖ですね。血糖がたくさん、血液中に増えてしまいますので、もともと血糖値高い人が血糖値高くなったら厳しいので、なので、そんなところでは、使用してはいけないよ、というような、ことになっております。はい、ということで、全部正解で5番が正解となりました。では次行きましょう。106番です。一般用医薬品の添付文書のしてはいけないことの項において、服用後、乗り物または機械類の運転操作をしないことと記載されている成分は次のうちどれでしょうか、ということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。3番。スコポラミンに関しては、こちら今ちょっと書かせてもらいました。スコポラミンは抗コリン成分です。そう。抗コリン成分なので、例えばですね、抗コリン成分は抗コリン作用とかがありますよね。あとは、抗コリン成分の中には眠くなるものが多くありました。で、まあ、眠くなるというところも、そうなんですけど、抗コリン成分というのは、副交感神経を抑制することによって、結果的に交感神経が優位になりますよね。で、交感神経が優位になれば、瞳孔はどうなりますか？瞳孔、目の、真ん中の穴ですね、は小さくなります？それとも大きくなります？というと、交感神経が優位になれば、瞳孔は散大。賛同してきますよね。そうですよね。なので、瞳孔広がりますから、目にたくさんの光が入ってきてしまいますので、目が眩しくなったりとか、チカチカしてしまうことがありますよね。なので、そんなチカチカしてしまっている状態で、乗り物またとかね、乗り物とかの機械類の運転操作をしちゃったら、してしまったら危ないですよね。だから、そんなところでは、この3番のスコポラミンが、該当してきますので、大丈夫だったでしょうか。はい。では次行きましょう。問107番です。次の記述のうち、スクラルファートが配合された胃腸薬の添付文書の使用上の注意に、長期連用しないことという、記載がされている理由として正しいものはどれでしょうか、ということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。スクラルファート
というのは、こちら胃腸薬にはなるんですけど、アルミニウム製剤ですよね。そう、アルミニウム製剤です。スクラルファート、スクラルラルラルで、ラールで、アルミニウム入ってるみたいな感じで気づいていただくといいんですけど、で、そんなスクラルファート、アルミニウム製剤ですから、アルミニウムが体にいっぱい溜まりすぎてしまう病気として、脳に溜まりすぎてしまうアルミニウム脳症、骨に溜まりすぎてしまうアルミニウム骨症というものがございます。そういった症状を生じてしまう恐れがあるので、ということで、答えは4番が正解となりました。はい。では次行きましょう。問い108番です。一般用薬品の製品表示に関する次の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれかということで、はい。こちらも答えは4番が正解となります。A 正解、そして B ですね。添付文章として配合されている成分については、アレルギーの原因となる可能性があることから、すべての成分を、外箱に記載する必要がありますよ。確かにアレルギーの原因になるものもあったりします。ただ、すべての成分を外箱に記載する必要はございません。例えば、商取引上ね、機密に当たるようなものに関しては、機密に当たるような、成分に関しては、その表示ではなく、例えばその他の、3つの成分というような形で、省略することができますので、なので、そんなところでは全ての成分というところが誤りとなります。はい、ということで答えは4番が正解となりました。では次行きましょう。問い109番です。一般用薬品の製品表示に関する次の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。 A のみが違いますね。添付文章の記載にあるすべての使用上の注意が記載されておりますよとありますけど、すべての使用上の注意が記載されているわけではございませんよね。そうですね。製品表示。要は、外箱とかにですね、全部載せてしまったりすると、これ書くこと多すぎてしまいますが、特にこう、重篤なもの、危ないようなもの、してはいけないようなこととか、そういったもので注意事項ね、が記載されておりますので、すべてのというところが誤りとなります。はい。ということで答えは5番が正解となります。はい。そして最後です。110番です。緊急安全性情報に関する次の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれかというところなんですけど、はい。こちら答えは4番が正解となります。A のみが違いますね。A は A4 サイズの青色地の印刷物で、ブルーレターとも呼ばれてますよというところで、ブルーレターと呼ばれているのはこちらですね。安全性速報になります。青色地の印刷物で、ブルーレターとも呼ばれております。なので、黄色地の、いや、ごめんなさい。緊急安全性情報に関しては、こちらはですね、黄色地の印刷物で、イエローレターと呼ばれておりますから、この二つよく引っ掛け問題で出てきますので、間違えないようにしておきましょう。はい。ということで、ここまでなんとなく大丈夫でしょうか。はい。ということで、第3章の成分に関するようなことも少しずつ出てきておりますので、しっかりと第3章のところもですね、復習しながら、皆さんしっかりと進んでいきましょう。はい。ということで、ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひぜひ、LINE アット下のところにですね、詳細書いておりますので、LINE アットなどに登録していただきますと、試験の情報だったりとか、あと石川と直接、質問、することもできますので、ぜひぜひ、無料ですのでね、ご利用いただければと思います。はい。ということで、本日も動画を見ていただきまして、誠にありがとうございました。